おはようございます。ちょっと一人で撮影してるんで、ちょっと恥ずかしいけど、なんかね、これ四日市の店舗を通りに来たんですけど、実はさ、すぐ横、もう本当にこの歩いてすぐ横で足場を組んでるんですよ。なんで、まあ、動画撮りがてらちょっと一人でね、ちょっと来たんですけど、こんな感じです。四日市線はもう本当すぐ横、ほらこんなところでやってます。おじい、お疲れ様です。何平米？1000平米ぐらい。4人で組んじゃう？もう切れる？取ってない？いいとこまでは。本当、もう骨はほとんど行く。はい、最近お前よう会うな。なんかやたら会うな、お前。昨日なんでらしいな、お前。いや、なんでワン切りしたん？ポケットを入れとったら、なっとったいや、なんか、いや、俺も後で気づいたんだわ。あ、そうです。うん。で、なんか、秒数とか出るでしょ。なんか、あ、これワン切りなんですよ。で、多分間違いだよな、と思って。なんか、どうしたと思って。どんだけ俺のことを、お前、ちょっと積んでる人なんや、と思って。そんなに俺に気にしてほしいんかと思って焦ったわなに笑っとんの？笑っとんの？何が面白い？何も面白くない。何も面白くない。俺が一人で来るの珍しいな。そうですね。まあ午後1ぐらいで、まあこの材料運ぶのが大変だもんな。ね、何今日準備いける？骨いく？あ、もうこっちは一面全部終わってんだ。あ、ほんとやん。あ、全部終わってんね。どうだったのお前、あの一日密着みたいな動画やったやん。はい、どうだった反響は？おやっぱり画とかっていいとこしかよ。お前プラス思考もしかして、はい、究極のプラス思考、いいとこしかよ。どれぐらい？そういうのもない。いや、書いてあったんですけど。いいコメント多かった？いや、多かったですね。で、うん、その後物損のあの動画で、うん、部屋叩かれたんだ。ねえ、こんなかちょっと間顔戻ったもんなあいつなんか張り切って5枚持ってるけど、穴も、いや、あいつちょっと張り切って、ちょっと歩き方がちょっとなんか心なしか胸張っとるような気がするけど、気のせい、なんかちょっとなんかちょっと弾んどるように見えたけど、ケータロー君全然取らないですよ。取っとるって心配しにいや、そんなこと俺が決めることだね。あ、企画ない一人だもんね、テンションも上がらんし俺分かる、カメラもらんと俺映れんじゃん。俺自分が映ってん楽しくないから嘘嘘嘘。だからこんだけの足場を一日で組むって大変だな。4人は偉いな。今日雪ちらついとるだろう。なあ、やべえよ、さびえよ、もう手出しよ、手袋いるわこれ。なあ、手がかじかんじゃうな。カメラマンこんな大変なんだなカメラマン大変だわ。サービンだな、手が。だから、あれっすかね。違うだろ、それは。だって事務所の中でパソコンやってるのに手袋しよ、お前。汗っかきだよ。汗っかきの方が冷えたら寒いけどな、多分。手際がいいな、ほんとな。来るの見とるの楽しいわ、俺。パッパパッパ動くな。それは何やっとん？それは何やっとんの？それは知ってるけど、それは知ってる。お前つまらないけど、ボコボコにするぞ。あ、そこから引きずり下ろすぞ。おお、そういうことな、そこでさせるもんで。カメラ意識しとるよ、お前顔が気持ち悪いよ。いや、ここどうしようかなと思って。どうしようじゃない、絶対カメラ意識しとる顔しとった、お前今。俺分かるもん、大体。お前顔大体分かるもん。
って一口うまいなお前。うまいパフォーマンス出すわ。あどうもみたいな。あざといって言うんだよそれを。ざいました。最終局面。これどんだけでどんだけでこの2名上げれる？早い。さあチームはすごいな。あもうこれトラック置いてるもんで、ね、早いんだ。手際がいいね。お疲れ様です。ちょっともう体が冷え切っちゃったんでちょっとまだちょっと組んでる途中なんですけど、ちょっと終わろうと思います。ジュースがなくなったのもあって申し訳ないんですけど、最後まで組むとこちょっと見れなかったんですけど、ごめんな。最後まで付き合ってあれになったわ。電池がやばいし、俺の体の電池もやばいわ。じゃあ皆さんチャンネル登録いいねよろしくお願いします。あその前にあのイベント2月の何日あの概要欄に貼ってあると思うんですけど、スバの会社さんもしくは一人親方とかでもいいんで、まあお酒飲みながら集まろうっていう会があって、まあ従業員はちょっとね難しいけど、名刺がある人だったら誰でもいいかなって。でお互いに仕事頼めたり頼まれたりっていう、なんかいい関係のグループが作れたらなと思ってますんで、第1回やりますんでぜひよろしくお願いします。